まりましたラプトの時間でございます。イエーイ、今回も元気にやってまいりましょう。私が FB37 です。そしてイカダに乗って旅に出る海賊団キックマックスです。これもマットです。エウです。さあ今回我々 MSSP がプレイするこのゲームラプト、こちらのゲームはですねサバイバルゲームなんですけども、なんと最初はこのイカダの上から始まります。このイカダの上から、そうですね、どうするかと申しますと、このイカダをどんどん増築していって快適な船旅をするというサバイバルゲームだと思います。何かよ、そう、ちょっとあっちにも島が見えるけど基本的にはもうイカダは移動し続けてるんで、島の近くとかに行けば、まあ、上陸とかも一応できる、うん、島行きたいという感じですね。ただ皆さん気をつけてください。このゲームはですね常にサメに襲われる仕様になっております。イエーイ、大物じゃん、やった。はい、ここはですね、海に飛び込むとサメがすぐ食いついていきます。殺されちゃいます。そのうちサメさんはですねこのイカダを狙ってきます。まだ狙わない、まだ狙わないと思います。そのうち頻繁に襲ってくるようになるので、まずはイカダの増築、少しぐらい噛まれてもいいように。危ねえ、イカダの増築をてめえ、これどうすんの。あーもうやってきた、早っ。あ、落ちたぞ。あー、ほら壊された。やばいやばい、早くやらないと。増築しないと、建築用ハンマー作んなきゃ。ロープがないだけど島がちょっと近くなってきたから。あー本当だ、このまま行くと幸い島に到着するんじゃない。そうだな、ただあれけどこれうまく固定できるの。そうだ、固定無理じゃない。俺は先に行くぞ、もうこんなところにこんなところにいられねえっていう、やってられるかと。とりあえずやばい、ハロマサメやってってるぞまず島に上陸する、なんとかしてよし、この島イカダは捨てて島で生きるぞここで暮らそうゲームクリアだ。お、なんのあれもない、なんもねえな。違う、あるけど取れない。あ、でもいい感じにハマったぞ。え、マジで。うん、ハマったけど、でもこれで何とかしようぜ。そうだな、いやこれはむしろめちゃくちゃ意外と。あー、まずいまずいまずい、今やばかった、今やばかった、イカダどっか行くとこだったぞ。これどうなんだ、いいんじゃない。例えばイカダ壊れたらどうなんだ、これ完全に島で暮らす。まず作ればいいんじゃないの。わかんない、知らない、危ねえ、そこら辺の情報はないぞ。ロープがないんで。いやけどいい感じ引っかかってるから今のところ大丈夫だ。ああよし、ちょっと危なかった。最先いいぞ俺ら。確かにこれはついてる感じがする。僕らですね一回やったことあるんですけど、そうだ、ね、割とねやっぱりねいたちごっこになるんだよね。イカダを作ってはサメに壊されての。で、最初の課題としましては、とにかく水不足がすぐ訪れ、やべえ、危ねえ訪れますので、その、まあ、作った、そう、水をね、海水を飲めるようにする道具をとにかく早く作った方がいいです。そうだそうだ、砂糖入れれば水になるから。うわー、やべえ、アホの考えだ。建築ハンマー作れた。まだロープが足りない。作れた。ロープ横に何やんの。ロープ葉っぱから作れる。リサーチテーブルも早めに作った方がいいしな。スイカだ。建築用ハンマーは、でも建築用ハンマーはイカダを作るために必要なんだな。石が欲しいね。拾ってきて。落ちないの海の中に。海ない石。狙われてるからな。沈むだ。いやー、なかなか厳しいんじゃない。いやー、とにかくリサーチテーブルかな、先に作るのじゃ。うわー、リサーチテーブル、なかなか大変だな。ないわ。サメがもう完全に狙ってる我々のことを。サメはもうやば、基本するよ。あぶねえ、サメちょっと見せよ俺今。サメどんだけ食いしん坊か。サメいってるいってる、サメ危ない。もう基本海の中に入るの自殺行為だからな、現時点だと。石が惜しいんだよ。いやマジでね。はあ、いやこのフックも、ね、まずこれ土台を作んなきゃ。このフックも耐久度があるから。ああ。バーカバーカってきちゃう。どうした？サメに食われた。これ割れんのかな石。斧がないと厳しいんじゃない結局。で、だってめっちゃ、サメが襲ってきてる。もう HP 半分しかねえよ。これフック壊れたの？あ、あるから今割った。石を。
あ、やるわ。石どうやって割ったの？けどこれなんだ？ああ、やっぱ問題があるわ。粘土だわ、これ。粘土か。粘土か。あのね、分かったことがあって、アイテムがね、全然漂流してこない。この島にいると。まあ、そうだね。超ゆっくりだけど、来てはいるけど、遅すぎる、さすがに。イカダの方が早いってことか。まあ、イカダは流れてるから。そうだね。これだったら、腹減りで死んでしまうよ。ああ。おい、サメ、ああ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 、こいつ、どうやって殴れんの？石の槍がない。もう、半分じゃん。そうだね。半分ですね。いやー、これはこの島にいるよりは、漂流した方がマシじゃないか。とりあえず、俺が、ほら、直した。ちょっと移動した方がいいかもしれないですね。そうだね、さすがに。とりあえず直したぞ。ああ、ただ、4つ出たから移動しよう。穂がないと、ただ。動かねえ。動かないよね、これ。確かに。逆側に作る？パドルは？あ、パドルがある。ロープないと作れんわ。俺もロープはもうない。パドルってどこで作るの？あ、俺作るかも。パドル。ちょっと待って。パドルはね、あの、炎マークのとこ。くそ、斧さえあればな。誰かプラスチックと厚い板一個ずつくれれば、パドル作れるぞ。ないね。てか、夜になったら動かない方がむしろいいのかも。まあ見えなくなるから。関係あるから。いやでも海の家だったら特に関係ないと思う。暗いだけだと思う。あ、俺思ってるから渡すよ。あ、ちょうだいちょうだい。何も見えねえ。イカダの上に置いた。よし、これでパドル作るぞ。よし、これで何？動かせる？多少は動かせると思う。あ、こういうことか。わかった。頼んだぞ。そうだ。あ、いい。動いてる？動いてる動いてる動いてる。動いてる動いてる。俺の方から見るとどっちに動いてんのか分からん。左側に動いてる。じゃあこっちに流すぞ。うん、そっちに流しちゃってくれ。行くぞ。バタ足で動かせや、このイカだよ。バタ足動かしたらサメに食われるから。オッケー。あとは、まあ、あとは流れる。なんとかフックで。いや、フック壊れたら終わりだな。だね、てかもう、喉乾いて死にます。早っ。まだ1日だぞ。まあ死んでもイカダの上だったら問題ないだろ。拾えるんじゃないか。そうだろうな。とりあえず飛び込むのは NG で。アイテムを手に入れまくんなきゃ。でもどうせ死ぬんだったら別に飛び込んでアイテム回収してもいいよね。あーでも死ぬ間際はあかんな。多分ね。海の中で死んだら回収できる。ペナルティーってなんかあるんだっけ？死んでもペナルティーはないけど、アイテムが全部落とすはず。はいはい。海に落とされるのか。だから、もう死ぬ前になったらアイテム置いていけ。それが一番安全。お前らあれだぞ、近く来たアイテムは E ボタンで取れるからな。 OK。 そう、イカダをですね、とにかく伸ばせばその取れるアイテム増えるから。あ、確かに。横長にしてく、それはあり。ただ、もし重要なさ、例えばキッチンとかそういうものは基本全部真ん中に行った方がいい。ダメだ、やりつくんねーと。そうね、まあいい、一つ壊されるぐらいだったらいいだろ。今はまだ大丈夫だ。ああ。でもあいつも破壊してやりてんだけど、いい加減。あいつを破壊するのは無理だ。あいつは永遠の敵だから。敵？敵？あいつは永遠の敵。永遠の敵。やっぱ樽が一番いい、あれなの？なんか、トレジャーボックス的な？そうだね。樽はいろいろ入ってるね。わーい、このなんかロープ引っ掛けるの楽しいな。あ、簡単な浄水器出てきたわ。アンテナを調査できます。リサーチテーブルでできるんじゃないかな。よし、とりあえず。アンテナショップやる？洗浄機できた。真ん中。ナイスだ。真ん中どこに？まあ真ん中の方がいいはず。もちろん。まあこのどっちかだね、こっちかこっちの。じゃあ、ここ。じゃあこれがもうど真ん中でどんどん増築してってくれ。いいね。で、コップがないとダメじゃないか。空のコップがないと多分。コップン？コップンがないと。プラスチックで作るのか。ひでえ、海に砂糖入れろよ。バカの考えや。死んでほしい。ああ、死んだ。なんで、ドンガバチョだってやってたじゃん。救助を待つ。これ、救助することできんの？他人が。あの、ダウンした時ベッドを探す。あれじゃない。じゃん。休める場所なんてありません。なるほど。まだベッドもないし。降参して再開する。あ、ダメだ。アイテムね、全部消える。そう、マジで？うん、完全に消えるわ。じゃあ、うわ、死ぬ前に落とすしかない。死ぬ前に落とせ、お前ら。
もう多分死ぬだろお前ら。いやまだ全然。マジでなんで俺だけそんななんやねん。まだあでもまだっていうかもうじき死にますって感じ。これフックなくなるの超痛いよな。フックね。うわまずいね。あー樽だ樽がある。樽俺取ってくるわ。もう決死の思いで。いやあー届かなかった。じゃあ後ろですけど、ね、だいぶ。はいもう死にます。まだ生きる。うーん何作ろうかな。とりあえずここだけ。あ死ぬわ。じゃあちょっと俺アイテム放出するからお前らこれ拾え。はいよ。そして俺は死んでくる。さようなら。はいよ。ズボーン清いね。ストレージ作っとくわ。確かに、はあ、死ぬ前にそこに全部突っ込めばいいから。バキ復活。俺復活なんですけどプラスチックが足りねえ。ちょっとある程度返してくんないと何もできません。はいはい。俺取ってないよ。俺が取った。入れまーす。ほらおい。サンキュー。やばい海が荒れてきた。サンキュープランク。あの浄水器洗浄機作れるやつどんどん作ってくれ。多分一つじゃ全然足りない。あとコップ作んなきゃ。まあ石だ。まあ最初の方はどっちにしろ飯もないから死ぬんだろうけど。そうだな。プラスチックが足りてない。ああ難しい。ロープを作って。どうでもいいけどこいつらはなんでこんな状況になったんだろうな。それを聞いちゃう、うん、今。はい壊してきまーす。どこ。ああ言ってくれ。俺槍持ってるから。もう武器手に入れたの。俺はもう胃の一番に武器を作った。しまった。樽を逃した。また間に合う。ああ間に合わない。前も死ぬんご。ん俺は死ぬんご。水がなくて死ぬんご。やっぱ海で漂流したら飲んじゃダメだって分かってても海水飲んじゃいそうだな。まあ限界まで来たらもう飲んじゃうんじゃない。動けない。だから海水飲めばいいっす。アホの考え。ダメか。ためにん？なんか引っかかってる。あれ？いてえこいつ。おはあ？ふざけんなよあいつ。今のはねえだろ。ふざけんなし。ふざけんなし。ストレージもっと欲しいな。いや欲しいもんありすぎる。やばい。そうだよ。とりあえずあのアイテム拾いまくるから。よし。とりあえず絶対ストレージはやられないようにその周りを強化していこう。わかった。強化プラスチックだ。これ死ぬ前に飲み物と うわびっくりした今。死ぬ前に飲み物と食い物を用意できるやついんの。わからん。いやいいんじゃない。そこでやんなきゃダメだな。な。よし。もうなんか無駄な種とか持ちついてんのかな。無駄な種。まあ種もでももっと来たい気持ちはあるけどな。後々のことを考えると。そうだね。まあとにかくストレージ作れるようだったらどんどん作っていこう。キャバーン。あ死んだ。セーブされました。その後降参して再開。負けました。ロープと石か。一番前のストレージには基本アイテムを入れるようにしましょう。あっちに多分イカダがあるな。あーでかいイカダ。確かね。なんかいろいろでもどうだ真横。イカダって奪えんの。もうね多分誰もいないアイテムあるはず。そう、そもそも無人。流れも速くないからオールで漕げばいけるんじゃないかな。行ってみます。頼める。オール。パドル誰か俺の拾ったでしょ。あ俺持ってるわ。何かいいもんないかな。フック船長の。フック船長のフック。メタルバンドとか入ってないかな。何メタルバンドって。多分耐久力が足りなさそう。パドルの。パドルの。パドル作れるかな。パドルパドルパドル。水が飲みたいよ。プラスチックとロープ。もう壊れまーす。壊れました。俺が作った。ん？サメが、サメが食ってる。うおー。なんてことしやがる。おらー。いいね。上陸。お、なぜかパイナップル持つ。上陸大陸。これ何？どう？やばい、沈みかけてる。沈みかけてる。これ何あんの。いやーな、なんかあった。オッケー。何手に入れた。まあスクラップとか。おおでもいいじゃん。よし、ヤシの葉をあと11枚
あの、ボックスの中あるけどな。よし、これで砲が作れる。砲は重要。あと、ロープと石か。ロープ何個？石持ってる？石俺1個。あ、俺3つ持ってるわ。ロープが4個。あ、じゃあ粘土だった俺。ストレージの中に石3つ使ってる。また島があるが、あの島は上陸できなさそうな勢い。暗い。あの太郎欲しい。作れそうだな。あ、これ一回だけしか使えないんだ。まあ、いや、一応作るか。これさ、今釣ってんだけどさ、魚。ちょっとあの島行こうか、じゃあ。あの島は上陸でまあ行ってみるか。アンカー作ったから。あ、ちょっとプラスチック。これ生じゃ無理だろ。生じゃ無理だね。調理のものを作んないと。なんかあったっけ？まあなんかあると思うよ。上陸大陸。はいよ。あ、ここ。で、じゃあアンカーを設置します。なんかいた。お、よし、これで、とりあえず大丈夫だ。え、なんかいる。なんかいるかと思ったら。あ、キー君だった。あ、やべ、俺死ぬわ。待って、俺ここに、この辺にアイテム捨てまーす。ロープ、二つぐらいもらえないですか？グリル作るんですけど。じゃあ俺がやる。ロープ、一個あるよ。入れた。ありがとうございます。その島なんかある？結局。白い粉が手に入ってよ。ああ、あっただ、なんかそんなの。誰だ、俺も死にまーす。洗浄機を作ったのに誰も水を飲むことなく死んでいく。だって空のコップ、飲めないんだもん。プラスチックすげえ貴重なんだ、畜生。プラスチックやばいね。プラスチックやばいね。入水。おい、この島でやることなくてみんなオロオロしてると。やることはない。なんか意味ある。移動しますか。昆布でも取るか。ニシン、この辺切れんのか。ちょっと俺どんどんじゃあ釣りするわ。そうだな、俺とキックは何にもやることない。あ、キックこれ建築用か。サメでも釣るわ。サメでも正直物資を拾わないとこの先に行けねえ。石手に入るとこはないのかな。石今んとこ樽に入ってるかどうかでしょう。そうだね。アイテムここに落とします。間違って生の。そうでもパイナップルなってる。食べちゃおう。あ、キックさんサメが来てますけど。俺は死にたいんだ。わ、パイナップルすげえ。やった、初めての食料だ。もうなくなった。俺は死にたいんだ。ほっといてくれ、俺は死にたいんだ。多分下行けばスクラップとか手に入るはずなんだよな。金属とか。そうだね。トラップターン。赤くなってないと。サメの餌かなんかを作ればその間サメは止めてられるから下を見ることはできると思うぞ。お、石斧のゲッツ。お、石斧のいいね。なんか石斧で破壊できるもんないの。石斧でこれ何できんの。わからん。木とか切れるって。だからここに生えてる木、いやヤシの木っぽいやつだけどね。あとは海底にあるスクラップとか。逃げろ。危ない。やべ。あれ、これやつはオノマークが出る。そう、奥。ああ、そうなんだ。そういうことか。俺も釣り竿作れるの作ろうかな。釣り竿簡単に作れた。いや、結構そうだよね。なんかロープがめちゃくちゃいる。おっと、ハマグリ拾った。あれ、俺やり持ってなかった。おいしょ。おい、三発。いいね。これ料理って一個しかできないの。一個しかできない。同時に一個しかできない。そんな甘い世界じゃないぞ。あの、食料俺何個か持ってるからボックスに入れますか。あ、やった。農業したいな。したいよ。プラスチックがないから、いやー、マジプラスチックがないから何もできない。そう。でも、もう移動しちゃっていいんじゃない。そろそろ移動するか、じゃあ。そろそろ行きますか。よし、どっち行く？こっちで行くか。いや、逆の方がいいんじゃない。食料入れとくんで。これ入れといた。こっち向きの方が。アンカー外しまーす。はいよ。あと、喉渇いてる人、水飲めるんで。はい、おー。コップあればですけど。コップがないんだな。え、これ溜まってんじゃないのこれ。これでもコップで救わないとダメなんじゃないかな。そうなんだ。だからプラスチック、とにかくプラスチック。俺らにゴミを、プラスチックゴミを。いや、プラスチックマジだって使うもん、めっちゃ。
プラスチック。いや、先にコップ作っといた方がいいぜ。いや、その通りです。そう。とりあえずもう、動きます、こっから。ガブ飲み、水ガブ飲み。久々のプラスチック。もうちょい、届かな。よし、オッケー。よし、これは届くだろう。間違って塩水飲んで、一気に喉乾いてしまった。うわぁ、やったね。うわぁ、ドンガバチョだ。ドンガバチョだね、それ。あ。ナマズは、ここに乗んないんだ。タールルー。食料あります。食料入れておきます。ありがとうございます。やったやっと生きれそうな感じになってきた。ただ、今もう、釣りできない。釣り、ダメだ。壊れた。やり方がわからん。畑の。いや、間違える。飲んじまう、塩水を。飲むな、塩水を。いや、でも生きる。やっぱ、食い物と飲み物は生きる希望だね。食べ物あります？ストレージに入ってないですか？ないよー。いやー、一本。今もないかも。うん、だって食いまくったからな。ナマズ生で食うか？あ、いいや、こう、料理済みのサバあった。泳いだ方が早い。泳いだ方が早い。そういえば、漂流物勝手に取るやつあったよな。あるあるある。あるね。まだ作れねえから、諦めろ。まだか。釣り釣り。あ、釣りを作った？作った。じゃあ、俺はとりあえず置いとこう。食料ボックス作るか、一個。うん、ストレージは全然足りない。もっとあってもいい。そして、どんどん狭くなってきたな。そう、ただ安全のためにね、もうちょい広げたいっすね。よく広げるか。ああ、多分ね、いや、ここあたり、特に、砲を設置してるから、ね、そう、ダメだと思う。いいぞ、いいぞ、いいぞ。広げましょう。とりあえず、これで一段階は耐えれるんじゃないかな。まあ、いいや。あ、間違った、間違った。死ぬ、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 やめてくれ。壊してきた。サメ、誰が攻撃したあいつを。俺、やりないんだよな、あいつなんか。なくなっちゃった。どうして。まあいい。一つ壊したら逃げてくから。補強さえすればいい。基本は。そろそろ M60 欲しいな。そうだね。そろそろ。M60 あればな。動くか。サメなんでも別にサメぶち殺して食料にできるぞ。もうサメはアンモニア臭いらしいからあんま食いたくねえな。コラーゲンとかあるんでしょ。あれなんか向こう側に島みたいなのあるな。島か。今もう騙されない。全然いい思いしてないの島で。よし、回収ネットができるぞ。やったー。作る、まあ素材が今ないけど。ない。板とロープと釘。釘ね。ストレージ入ってたぞ。ストレージ入ってる。ロープが欲しい。何個？ロープは8。8か。作れるぞ。ティラミア食べまーす。ちょっとティラピア食べちゃいます、僕。どうぞ。その代わりビート置いてきます。あれ、ロープ入れてくれた？うん。入れた。よし、回収ネットをとりあえずできた。よし。まあ、適当につけとく。いいね。とりあえずつけた。今日は雨か。回収ネットは多分いろんなとこに置くのがいいんだよね、これね。いや、いっぱい作ってな。いや、だからなかなか厳しいよ。壊されるっけ？回収ネット壊された気がするな。壊されないものは多分ないと思う、そもそも。回収ネットってこれ何？どうやって解放したの？調査して、どんどん。リサーチテーブルってことじゃなかった？あ、リサーチテーブルであれなのか。そう。これ囲んどきゃ大丈夫？囲んど、そうだ、あ、そうそうそう、そう、そうだった気がする。外さない。島に近づいてきたな。え、シュラに近づいてきた？誰がシュラになるの、今から。マジかよ。誰がコップください。なんでねえんだよ、作れ、コップも。そうだ、コップ作るわ、もう。なんか一個置いときゃいいのかなと思ってた。頑張って。島だけどな、アンカー作れないんだよな。石がないんだっけ。石俺4つあるよ。じゃあ、アンカー作ってとりあえずあそこ探検しよう。オッケー。石とロープ4つずつだね。オッケーよ。じゃあロープはあるで。石4つあるからいいね。いいんだ。ただ上陸できるからなんとも言えない。そうだな。まあとりあえず行ってみよう。反対側がスイカだ。移動できそう。反対側スイカなってる。じゃあキー君だ。勝ってくるわ。イエーイ。ココナッツ。まあ、いや、俺塩水怖いんだよな。飲むから。
こことか。石をさ、なんとか手に入る何かがあればな。そうだね。いや、でも島。そんな甘くないんですよね。うん。それがないんだな。なんでか知らんけど。ないんだな。あ、鳥が食ってる。鳥が食ってんの？鳥がなんかこの作物食ってたよ、今。なんでだよ、殺せ。そうだ、そういうのもあったんだ、忘れてた。あと、マンゴーとかめっちゃ拾えたぞ。その木ぐらいかな、あと、キックンのとこにある。多分もう見た感じ、取れるもの。あ、石じゃん。これ、絶対。石だ。海底にあるぞ、石が。石だ。これどうやって取るの？フックで取れるんだよね。痛い、食われた。あの、長押しすれば取れる。あ、長押しね。長押し？酸素が。あ、割ってる。どうだこれ。痛い、やっべ。どう？どういうことでしょう。やられちゃう。危ねえ。危ない。ギリギリ。まあ、一撃食らっても回復するから、飯さえあれば。やばい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 。ほー、やるね。サメちゃんね。かわいいね、サメちゃん。もうダメなんだ。溶かして。そっか、ダメなのか。まあ、まだ、大パーツっぽい感じだな、さすがに。じゃあ、あいつ。バケツってドライブロック。ドライブロック。ドライブロック。砂と粘土くらえ、ドライブロック。砂と粘土。あ、ハマグリだ。ハマグリ、うまそう。なんかすっげえヤシの果てに入ったとかないの？そんなものはない。これ粘土か。またロープが全然足りなくなりました。ちょっと回収ネットもう一個作ったから。はいよ。まあとりあえず2個ぐらいで。回収ネットはコストも高いから、うん、ここら辺に作るかな。またあれじゃない、こっちの逆でいいんじゃない。ここのとここにで、おいよ。いいね。回転も見切った？んー、まあまだあるっちゃあるけど、まあ移動してもいいかな。だいぶ石は手に入ったぞ。危ない。しまった。砂を持って帰りたかったのに。ああ、無理だ。これ以上は無理だ。何これ？金属の鉱石。だ、恐竜以下だ。見つけなければ。そうね、2発食らった、死ぬ。これ以上は死ぬ。そろそろ移動しましょうか。そうね。そうですね。釣り竿俺作ったんで、魚釣りまーす。お願いしまーす。まあ、でもだいぶ回転。わー、びっくりした。今、サメ釣りたかと思った。こうされまーす。はーい。おいしょ、おいしょ。つけつけ。はい、ダメ。ナイスでーす。プラスチックちょうだーい。ネットもマジであれ、ちょうどいかないと取ってくんねえな。ネットはね、数がやっぱ欲しいものだからね。そうだね。ちょっと今横一列か。いや、そうだわ、あれ横一ぐらいだ。そうだね。ピリオドを超えて夜明け。皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。 MSS プロジェクトは YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録のお願いいたします。リンクの方はこちらとか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 、あとは下の概要欄にもですね、リンクの方貼っていると思いますので、ぜひご登録の方お願いいたします。ありがとうございます。